こんにちは、月刊バスケットのマイコーとホーリーです。はい、今月もポッドキャスト、はい、はい、月刊バスケットボール9月号についてノープランで話していきたいと思います。はい今月は何でしょう。今月はオリンピックとインターハイですね、はい、表紙はオリンピック展望ということで、うん、まあ普通にやっても面白くないという言い方はあれですけど、はい、いろんなところで情報は出ると思ったんで、はい、ちょっと的を絞って男女のスリーポイント特集をやろうということで、はい、まあ男子のコンセプトでショック・ザ・ワールドっていうのがあるので、うん、まあ世界を驚かす、うん、まあ日本のスリーポイントの特集みたいな感じので、はい、4人にフィーチャーしてるという感じですね。はい、富永選手と、比江島選手と林選手と高田選手、うん、結構 SNS 見ると、ここで高田真希みたいな感じがあったんですけど、確かにね、まあ、スリーポイントでっていう。センターがスリーを打つというのはね、女子の中では相当、うん、結構 レアというか、ね、はい、あんまりないケースなんで、うん、ある意味そこが日本の武器ですからね、うん、そこがあることによってスリー以外のところも生きてくるというので、うん、ちょっと高田選手を入れました。そうですね、高田さんの取材は私担当したんですけど、うん、まあ、北海道とか東京とかいろんな大会でスリーについて私が聞くんで、多分高田さんもなんでこの人スリーばっかり聞いてくる、私に対してスリーばっかり聞いてくるんだ聞いてくるんだろうと思ったかもしれないんですけど、結構何回も何回も深掘りして聞きました。もうなんかあの人スリー氏のことしか聞かない記者みたいな扱いになってるかもしれない、ね、思い出してるかもしれない。ケツバスまたスリーかと。僕は結構サッサさんとかにも話を聞いたんですけど、うん、まあ、乗せきれなかったのもあるんですけど、はい、富永選手どこがすごいと思いますとか、比江島選手のスリーはまあブレックスも結構スリー多かったんで、うん、今シーズンそれは正直そういう代表の影響とか比江島選手のことを考えてっていうのもあるのかとか聞いたんですけど、うん、やっぱねあるって言ってました。あれだけバンバン打っていいんだっていうのをなんか思ったらしいんですよ、うん、男子の代表やってて、まあ、それまではちょっと慣れない、うん、こんなに打っていいのっていう躊躇がね、うん、ありましたね。そうですね。で、比江島選手もそれでこうオリンピックにもつながるし、チームも勝ったし、うん、レギュラーシーズンすごい勝率だったしっていうので、まあ、良かったなみたいな話はしてたんで。本当ですよね、うん、まさかこの比江島君がスリーこんなシューターっぽくなるとは。そう、いろんな人に聞いたけどスリー下手くそだったって言ってましたからね。ミドルはめちゃくちゃ上手かったけど、そうなんかやっぱり高校大学はやっぱ辻さんがいたから、うん、もうシューターは辻、ね、そっちに、ドライブの比江島みたいな役割分担できてましたからね。私当時はなんかそんなにスリーを打つことがなかったじゃないですか、うん、全員が打ってるよね、なんでそんなボンボン打つんだよみたいな感じじゃないですか、うんうん、逆に言うと。そう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 、だけど世界的にこうなんかデータ取ってったら、あれスリーの方が確率期待値いいじゃんってなって、うん、あんだけねカリーみたいな入る選手出てくると変わってきますからね、うん、はい。これ表紙は新ユニフォームを入れたんですけど、うん、表紙を要はその色構成っていうのを出すのが、あの親善試合の次の日に入校しなきゃいけなかったんですよね。そうそう、有明大会の。北海道から新ユニでやってくれればっていう。どうして有明からなんだっていう。この富永選手仮で入れてたんですよ、うん、違う試合の写真を、うんうんうん、これとほぼ全く同じ画角なんですけど、うん、なのでこの白の新しいユニフォームのこの画角がないといけないっていう状況に追い込まれて、神カメラマンにちょっと頼むと言って運もありましたよね。ところその試合富永君は32本しか打てなかったという感じで、1本だけねこのアングルに近いところから打ったんですよ試合中。だから取れてるかなと思ったらそれ取れてないって言ってて、だけど練習中に1本だけ打ったんだって言って、そこからで打ったのがこの表紙の写真という、うん、ミラクル表紙になってるので。なるほど。これはじゃあ、試合前のアップのそうです。スリーポイントってことですね。まあ、アップで多分3分ぐらいになるとベンチに戻れって言われるじゃないですか。うん、あの最後に、あ、もう1本だけ打たしてで打ったやつらしいです、これ。なるほどね。だからもう誰も被ってない。誰も被ってない。もう誰もいない。おー、確かに。奇跡の一枚感じなので。はい。はい。ぜひ。という表紙、今月裏話でありました。ね、はい。中もそんな感じで、うん、あとワールドカップの裏話とか聞いたんですよ、うんうん、実は今までのワールドカップ、そう、 JBA のあるスタッフの人から電話が来て、うん、あれ Believe って映画あったじゃないですか、うんうんうん、代表 の, 代表のあれすごい盛り上がったし、うん、あれって選手とヘッドコーチ目線じゃないですか、うん、基本なんかスタッフ目線の企画ってできないですかねって言われて、うんうんうん、ああいいですねそれやりましょうよって言って、4ページぐらいですけど、うん、
カウティングの話と、うん、コンディション管理、選手の、うん。結構面白いかったなと思うんで、うん、なんか、確か言われてみれば確かにそうだよね、だけど、それ思いつくかと言ったらあんまり思いつかないなみたいな話とかも結構あったり。うん、あんまりね、スカウティングの話とか外に出てこないし。うん、だし、なんか喋れないことあるのかなと思って聞いたら、めちゃくちゃ喋ってる。あ、そんなに喋ってくれるんですね。っていうぐらい、収まりきらんぐらい喋ってくれたので、その辺が乗ってたりとかですね。富山さんとかと話があれなんだ。うん、富山さんと佐藤浩一さんに、うん、で佐藤さんは次の日から女子の U17 の帯同で、うん、あの日本を出るのでどっかその辺で適当にズーム出ますみたいな感じで、はいはい、そのタイミングで応じてくれたというすごい、はい、そんな感じの。じゃあオリンピックの日程だけとりあえず、そうですね、もういよいよ始まる発売日、月バス発売日が7月25 で、はい、で27 がそう27初戦ドイツ、ドイツ、30フランス、はい、8月2日ブラジル、はい、で女子が29アメリカ、はい、8月1日がドイツ、はい、で最後ベルギー、4日ですね。すごいな。でそれで4日からインターハイも始まるんでしょ。そうですよ。たくさんな。本当にもう、そうですね、大変ですね。皆さんあの朝も夜も、うん、バスケットライブとか見なきゃいけないという確かに感じなので、これは見逃せない。大変ですね。うん、NHK とかでね、うん、放送もあるし、男女はオリンピックは全部地上波でやるって感じですもんね、うんうん、すごいですね。やっぱバスケも人気出てきて、アメリカ対日本の女子がやばい時間なんですよね、うん、何時あの28時、28時か、そうかそうか、なので4時、早起きなのか早起き夜更かしなのか分かるんですけどぜひ仮眠をして4時に備えると、うん、はい、そんな感じですね。ですね。で、今月あとインターハイですね。はい。普段はね、インターハイ特集なんですけど、うん、まあ、今回オリンピックもあるんで2つということで、うんうんうん、はい、2大特集ですね、うん。男子が53チーム、女子が51チーム。はい、で、福岡県開催と、はい。はい。いいですね。楽しみですね。どっか注目しているところはありますか？男子でも女子でもいいけど。なんか今年は本当、去年の3年生抜けて若いチームが多いんで、うん、なんか伸びしろがありますよね、うん、特にどうだろう、女子の方が下級生多く出てるのかなとか思ったり、まあ、男子もすごい多いですけど、うん、逆に3年生チームが大堀海士、うん、まあ、京都精華も、まあ、女子でいうと3年生なのかな、桜花も、まあ、うん、ただ京都精華ももうね、うん、去年の3年生の存在すごかったから、うん、経験値っていう部分はね、これからですかね。そうですね。特に女子わからない、今年、どこが勝つか。うん。桜花も、桜花、あの、東海大会も、まあ、岐阜城が接戦で勝ちましたけど、うん、新人とか交換大会は桜花が勝ってるし、うん、で、京都精華と桜花と岐阜城が出た全関西っていう交換大会は、三つどもえで並んで、うん、得失点で岐阜城が優勝って感じだったんで。まあ、その3つの他にも本当に気になるチームもどんどん出てくるし、そうですね、聖火、まあ、女子、まあ、まあ、聖和とかも聖和も去年とメンバー変わんないしって言ってる、聖和と桜花と京都聖火は同じ山という、うん、なんでベスト8までに当たるという感じですね。そうなんですよね、当たるとすればそう、本当に 2,3 回戦からめちゃくちゃ面白そうな、うん、面白そうとか言ったらあれですけど、桜花もね、いきなり役も留学生195ぐらいの留学生いるから、その辺とかが、そうですね、なかなか山もなかなかすごいよねっていう感じですね、うん、留学生をどう止めるか、うん、男子の組み合わせは、男子は左の下一番やばそうなのは、うん、左下ここですかね、美濃加茂、開志国際、日本航空、うん、確かにね、阪南明星とか、うん、小中華屋とか、確かにな、ここ読めないですね。開志国際は今年は、うん、あの勝ちすぎずでやってると言ってたので去年はね、逆に、はい、無敗でインターハイまで来て、そこでこう、ね、逆にこう構えちゃったっていう、でもう失うものないぐらいの感じで行く方がっていう感じですね、うん、4年3年生4人プラス、うん、高橋アル君スタメンが、うんうん、1年生のね、だからその4人にも今年は全権を任せていると言ってたので、
もう去年のこと知ってるのはお前らだから、お前らもやれと、富樫先生は言ってると言ってたので、まあ、富樫先生もオリンピックを見ながら、自分のチームを、ね、自分の息子を見ながら自分のチームのことも見なきゃいけないという、インターハイ前忙しいなという感じですかね。注目してる選手とかいますか、誰か。選手、逆にいますか。そうですね。あの月バス今、はい、あのバイトの方何人か、うんうんうん、あの学連の子たちに手伝ってもらってるんですけど、実は、はい、その子たちの中に、うん、清水くん、開志国さんのファンの子がいましてですね。あの清水くんってどんな人ですかって聞かれて、もうなんかめちゃくちゃあの好青年だよって。好青年、本当に好青年。はい、あの北信越大会行ったら、あの平くんとかは、うん、あのファンにキャーって言われてて、千木くんは富山開催だったんで、地元のテレビ局に捕まってて、清水くんは一人ポツンっていて、うん、で清水くんにあのインタビューしてたら、うん、なんかあいつは大変そうだったみたいなことを言ってたりとかしてたんで、すごいなんか、あのいい意味でなんか素朴な感じの、ね、なんか見た目通りのいい子みたいな感じですかね。そう、清水くん。多分最初に取材したの1年生の体内カップだったと思うんですけど、うん、それ以降、本当会場であると、なんか挨拶してくれるし。なんかね、僕、インタビューしたことないのになんか挨拶してくれたって、なんでって言ったりとか。なんか、周りのこう大人への接し方がすごい。うまいですね。うまいというか。ちなみに対戦してみたい選手は、あの、市船の3年生の子がいて、うん、その子は多分千葉県で同じだったので、うん、それで対戦してみたいということを言ってましたね。市船と当たるか分かんないですけど、うん、当たったら面白いですね、そこは。なるほど。あと私はその富山県で富山県対談をやったんで、うん、何ヶ月か前に高田くん、千穂くんは、うん、まあなんかもし対戦とかしたら当たるとしたら準決勝勝ち上がったらですかね、うん、同じこそうだね、そうだね、準決だね。いやなんか2人とも喜んでくれたようで、うん、なんかわざわざお礼に言いに来て九州大会の時にありがとうございました。いや相当嬉しかったな、それ。家族も喜んでくれたんだと思います。富山県の富山県の和菓子屋さんにもしかしたら、ね、そうだね、先方くんは実家が和菓子屋だそうなので、うん、置いてくれたら嬉しいですね。はい、でも男子は結構ね面白いチームが多かった気がする。すごく、あの、小中深いも良かったし、うんうんうん、北陸学院も面白かったし。うん、読めないですよね、うん。うん、確かに。柳ヶ原とかも。柳ヶ原もやっぱ去年全国出てないんで、私も結構見るの久しぶりだったんですけど、いや、すごい。あの、留学生も2人いるんで、結構相手からしたら厄介だろうな。うん、しかも両方とも相当身体能力やばい系留学生ですよね。うもうダンク何本すんだみたいな感じで。結構シャッターチャンスはいっぱいあるんで、いい写真撮りやすい。あとは結構いろんなメディアで和歌山南陵高校出てると思うんですけど、ね、人数あのなんかその6人っていうのにフィーチャーして出てるけど、普通にうまいチームでしたもんね。あ普通に強かったっていう。もう、まあ、コンセプトはまあ6人っていうのもあるけど明確で、うんうん、あのこの堅守速攻の高校バスケにあって絶対に走らないという、うん。そのコンセプトで、あれ天理大の先生なんだっけ、うんね、ああそうだよね、洛南天理なんで先生が、 あのパッシングとあのディレイドが混ざったような、天理のディレイドすごいよね、ちゃんと自分の歩んできたバスケットを落とし込むという、いやもうだから普通にいいチームなんで普通に見てほしいですっていう感じですね。すごいあのみんなこうなんていうんですか、セルフィッシュな選手もいないし、うんうん、パス出せるしシュート率も高いしっていう感じなんで、南陵1回戦どことやるの。南陵はですね、南陵はちょっと待ってくださいね。うん、あ、南陵はですね、延岡学園で、もし勝ったら八王子です、2回戦。なんで相当すごいとこですね。なるほど、延岡も結構ね、福岡第一と途中まで競ってたんで、うん。八王子もね、いいチームでしたよ、すごく。戸外里君が、ね、八王子も、ね、絶対エースで行って、留学生2人もいいし。関東王者ですからね。うん、ここも熱いですね、1、2回戦、うん。ここもなかなか、どっちが勝っても。延岡っていつも組み合わせ大変だな。去年は延岡は どこでチャージだっけ、負けちゃったんですか。去年ウィンターは美濃加茂と1回戦やってたよね。インターハイどこでしたっけ、延岡。インターハイは、あ、開始といい勝負した。そうか、開始か。開始と2点差とか3点差とか。そう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 。
苦渋がいいのか悪いのか分からないですけど、すごい試合をしてくれるという。うん、そうですね。ご注目ですね。うん、女子の注目選手とか。女子はですね、うん、僕は大鳥学園すごく面白かったなと、はい、北信越ってでも上3つ全部石川県なんですよ、今石川が強いという感じなんですけど、すごいよね、県大会やってすぐまた北信越の上でもやってみたい、うん、だけど結構その七尾中の子とかがいて、本当の地元の子とかも結構いて、でガードがポストアップガンガンするんですよ、うんうん、体強いから、うん、代表でいうとこの山本舞ちゃん的な感じのガードだけどすごい体幹が強くて、フィジカルがあって、で外も打ててポストアップもしますみたいな子が結構去年とかも多くて、大鳥はそういうチームの練習してるんですかねって聞いたら、いやーちょっと分かんないですって言ってて、分かんないんだと思って聞いてたっていう。大鳥もでも地震大変であれでしたよね、うん、滋賀丹風とが多分地震の直後に連絡して選手を呼んで、練習うちでしてくださいって言って、しばらく多分滋賀に何人か選手は避難してたんじゃなかったかな、そうなんですよ、だからインターハイで戦えるといいなと思ってたんですけど、うん、滋賀丹風は予選で負けてしまうと思って、やったは私結構前取材に行って先生とも仲いいんで、石川県はね本当に大鳥頭一つ抜けてる感じですね、うん、石川でも北信越でも、そうですね、じゃあ本当大変な苦労してきた分、うん、このインターハイはそうですね、今の 1,2 年生はの時は最高2回戦なんで、うん、で結構その2回戦スタートの2回戦とかもあったんで、はいはい、あんまり勝ってないと思うんですよね。ウィンターもなんか大逆転負けか大接戦か、なんかすごい悔しい感じだったので。メンツは揃ってるので、うん、8ぐらいまでいける可能性は全然あるな、うんうん、まずは。そっから先はちょっともうね、対戦相手とか、その時のコンディションですけど、うん、なるほど、そういう力はあるようなっていう気はしますね。はいはい、いいですね。私は、まあ、あと聖和とかも去年とメンバーあんまり変わってない、うん、聖和はいいんじゃないですか、はい、でも東北大会先生に取材してたら、このダブルエースがなかなか一緒に同じ試合で活躍しないっていうどっちかがいいとどっちかファールトラブルみたいな、安倍さんと内田さんが、そうそうそう、まあ、でも逆に言えば誰かがどっちかがファルトラブルになるともう一人を奮起してやんなきゃみたいなスイッチ入るのかもしれないけど、なるほど、そう、でもインターハイは2人とも本当スイッチ入ってバンバン活躍したら相当強いんじゃないかと、ね、いやていうかメンツは揃ってるんですもんね、うん、うん、サイズもあるしね、うん、1年生も結構こうたまにスタメンにしたりとか、だからまああとはもう留学生対策どうするかっていうところ、そう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 に尽きるんではないかなっていう感じですよね、聖和に関しては、うん、センターっぽいセンターっていう感じじゃないかね、うん、みんなオールラウンドに、どちらかというとね、パワーフォワードに2人3人いますみたいな感じですからね、ここは気になりますね、うん、まあ、聖和も組み合わせ大変なんだもんねいや大変ですね、はい、どうなるでしょうかという、あとはインタビューがちょっとありますね、インタビュー系、はい、まあ、代表の話に戻っちゃうんですけど、うん、実はですね、Bリーグアワードの時に、うん、比江島選手と富樫選手と河村選手をインタビューさせてもらえてですね、はい、単独で。単独で。で、ちょっとどこのタイミングで出そうか温めてたんですけど、うん、比江島特集の時にはできなかった、そうそうです。比江島君の単独インタビュー。あ、そうです。そういうことです。結構あれですね、今ようやくできました。うん、まあ、オリンピックのこと聞いてるんですけど、代表における自分の立ち位置みたいなこととか聞いてたりして、うん、面白かったですね、そう、割と比江島選手に関しては、うん、ゴチに出た時の、その心情みたいな話が一番面白かったですけど、面白かったというか彼が一番楽しそうに喋ってたっていう、あ、そうなんだすごいよね、感じでしたけど、ゴチになります出るんだ、いやすごいですよ、うん、そして9人中7位というすごいツッコミが入れづらい順位っていう、はい、っていうところの、ね、その1位じゃなかった後の心情みたいなのを、ね、うん、喋ってくれて、うんうん、すごい楽しそうに喋ってたので、比江島ファンは必読ですね。皆さんも読んでみてほしいなという感じですね。うん、ですね。河村くんも、まあ、インタビューも出てるし、まあ、この間の会見のエグジビット10契約の会見についても出てますね。うん、そうですね、うん。あとあれです。ミニバスも
はい、あの河村くんの地元の柳井市に行ってきまして。どういう町ですか？自然が豊かな。まあでも、本当に綺麗な魚とか美味しいところですね。え、海面してるんですか、柳井市？うん、瀬戸内、あれなんだ。瀬戸内海、内海内側の方か。瀬戸内海。あ、じゃあ下の方なんだ、うん、どっちかっていうと。まあ、近いですね。なるほど。で、そこの河村くんの恩師の先生、コーチたちに、河村くんミニバス時代どうだったかとかも、たっぷり聞いてるんで。うんうん、いや、まあ、結局今とあんまり変わってないんじゃないかみたいな。人生何周目なんだと思いましたけど。6周目ぐらいじゃないですか、ね。しっかりしてるなと思う。いや、でも結構、まあ、メインは今回はインターハイと、オリンピックですけど、こまごましたものを割と詰まってる感じですね。そうですね、情報量は、うん、まあメンバー表全チーム載ってるし、うん、情報量はすごいですね。なんでまあ、あれですね、あとブロニー・ジェームズが載ってます。うんうんうん、という、一言追加ですね。はい。で、まあそんな感じなんで、まあオリンピック始まる2日前発売の発売なので、うん、ぜひそこでちょっと、スリーについて学び直してから日本の試合見てみるとかしてもいいのかなと、ね、見方がちょっと変わるかもしれない。ついでにインターハイは先に勉強してから8月3日が開会式、うん、で4日からなので、4日から9日までなので、そこもぜひ一緒に見てもらえればなという感じですかね。そうですね。で、このポッドキャストはこれまでと同じくコメントを募集してはい、読んでいこうというのを毎日やってるんですけどね。はい。前回のなんとコメント数いくつでしたっけ？コメント数ゼロだったね。まあそういう時もあるでしょう。そういう時もありますよね。まあこれを読んでちょっとでもコメントしようと思ったらもう絶対多分次で読まれると思うね。はい。はい、インターハイ注目選手とかオリンピックで期待してる選手とかいたらぜひ。うん。ゲジバスへのご意見でも大丈夫です。何でも。はい。どしどし。はい、はい、という感じでこんな感じですかね、はいはい、今月のポッドキャストもありがとうございました。はい、ありがとうございました。